AKB48 時代には総選挙で1位にも輝き、パーフェクトアイドルとしてファンから愛されていたまゆゆこと渡辺まゆさん。 AKB48 時代はもちろん、卒業して以降もスキャンダルが一切なく、ここまで徹底されたアイドルはなかなかいない存在でした。そして渡辺まゆさんは健康上の都合というのを理由に2020年突然引退を表明したことが当時話題となりました。今回はそんな渡辺まゆさんの引退理由や現在について見ていきたいと思います。渡辺まゆさんは2020年6月1日に芸能界を引退したことを所属事務所が発表しました。その理由としては、健康上の理由で芸能活動を続けていくことが難しいという申し入れが本人からあったことでした。事務所からは、数年にわたり体調が優れず、これまで競技を重ねてまいりましたが、健康上の理由でしたので体のことを最優先に考え、本人の意思を尊重し、2020年5月31日をもちましてプロダクションオギとの契約を終了し、芸能活動にも終止符を打たせていただくこととなりましたとの発表がありました。渡辺まゆさんは2014年にスタートした日陰にレギュラー出演していましたが、体調不良にて欠席したことが明らかとなっていて、これからほどなく引退が発表したのは知ってる人も多いと思います。この番組ではAKB48 所属の頃からアシスタント MC として参加しており、不定期放送になった16年以降も彼女はレギュラーとして出演してきました。しかしいつからか渡辺に代わって中居の後輩でもあるキスマイフット2の宮田俊哉が再度を務めることになっていました。その欠席の理由は渡辺真由さんの体調不良だとされています。そしてSNS も更新が止まっていた状態で、この時から引退説が浮上していて、本当に引退してしまいました。その際には精神的疾患ということが事務所に報告されていたらしく、さらには長期休暇が欲しいと周囲に漏らしていたようです。このことから渡辺まゆさんの病気は精神的疾患であったのは分かりますが、そもそも渡辺まゆさんが病気になってしまった要因は何だったのでしょう。渡辺まゆさんが体調不良により唯一のレギュラー番組を欠席したことにより、さまざまな憶測が飛び交っていて、妊娠説や結婚説というものもあるようです。ただ現在は引退して一般人ですので、真相はわからない状況です。その他の理由として、渡辺まゆさんは AKB48 を卒業後は女優として活動していて、ストレスが半端なかったそうで、 PTSD という説もあるようです。渡辺まゆさんに限らず、芸能人はいろんなストレスと戦っていて、渡辺まゆさんは完璧主義であることはファンの間では有名な話なので、この噂はそういったことできているようです。また渡辺まゆさんは過去のインタビューで、 AKB48 としての生活の中で失ったものは何という質問に対し、豊かな心と答えたことがあります。そして10代の頃から AKB で活動していて、そこでのプレッシャーは半端なかったようで、以前のインタビューで10代の時に心をなくす決断をしてしまいました、そこから感情が動かなくなったというかと語っていますが、 AKB グループという大所帯かつ熾烈な競争を強いられる環境で常に人気を維持するために、常人では想像もつかない苦労や努力を重ねていたようです。それが今になって蓄積したダメージが爆発したということになりそうです。そのことが関係しているのか、渡辺まゆさんが所属していた事務所プロダクションオギからは、今後の渡辺まゆについてですが、芸能活動を終え心身の回復を図り普通の生活に戻れるよう健康面を最優先にさせていただきたいので、本人への取材や憶測での SNS 投稿、記事掲載などを控えいただきますよう伏してお願い申し上げますと発表がありました。渡辺まゆさんは2017年6月17日に行われた総選挙にて年内での卒業を発表し、年内に卒業しました。卒業から引退に至るまでは、まずミュージカルに出演しており、アメリ、シティオブエンジェルズなどに出演してました。アメリで初のミュージカル出演をし、シティオブエンジェルズは福田雄一さんが演出されていて、共演するのは渡辺まゆさんの夢であったと語っています。アメリには AKB48 の仲間である柏木由紀さんと指原莉乃さんが見に来ており、3人で記念写真を撮っていました。その他にも
ミュージカルだけではなくドラマにも出演されており、2018年8月4日に放送された「いつかこの雨が止む日まで」や NHK 連ドラ「夏空」のアニメーション編へも出演していました。現在放送は終わっていますが、渡辺真由さんの演技は高い評価を受けているのが分かりますし、女優としてもステップアップしていたのが分かります。そしてヤクルトの CM にも出演しており、ヤクルトレディやママ役など様々な役をこなしていました。これだけ仕事があり、女優としての渡辺真由さんはすごいいいスタートを切れていたのが分かるので、引退してしまったことが非常に残念です。また引退の理由としてもう一つ挙げられている噂があります。2022年3月24日発売の週刊誌にて、俳優の木下ほうかさんの性加害の実態が暴露されました。そして木下ほうかさんの性被害を受けた女優について渡辺真由さんの名前が挙がります。まず事の発端は、木下から性被害を受けたとされる女優2名が週刊誌に告発したことがきっかけのようです。そしてそのうちの1人が渡辺真由さんと言われています。その理由として、女優を始めたての頃イベントスペースでバイトをしていたことがあります。木下ほうかは2011年に榊監督が開催したグループでの体験型講座に講師ではないのに顔を出しており、そして若手女優の X さんを自宅に呼び出し性的行為を強要したと言われております。自分たちでも面白いものは作れると若手俳優たちの希望となりましたが、自分の欲望を満たすことを目的に出入りしている大物プロがいるとすれば、これほど残念なことはないと映画関係者が話しています。渡辺真由さんは2006年14歳の時に AKB48 に加入し、2008年時点ではまだ女優業はされていません。しかし女優になりたてということで榊英雄監督のワークショップに参加していた可能性もあり、実際に渡辺真由さんは2008年5月以降に映画監督や俳優などの集まる飲み会に参加をしていたという噂もあります。渡辺真由はちょうど2008年5月以降から荻プロダクションに移籍しており、タイミング的にも性被害に遭った一人が渡辺真由と言われるゆえんとなっています。いかがだったでしょうか。渡辺真由さんが引退してからかなりの月日が流れていますが、現在も偉大なアイドルとして知られています。静かに暮らしたいと言っていたことを考えると、現在はどこかでひっそりと暮らしている可能性が高そうです。それに病気だったということを考えると、今も治療をしている可能性もありますね。今はゆっくり体を休めて芸能以外の仕事でも復帰をしてほしいですね。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いいたします。